皆さんこんにちは、 NMB48 です。今日はダムチャンネルの収録でした。わーい、わーい。あんなことやこんなこと、うん、いっぱいお話ししましたね、うん、真面目なことから楽しいお話までたくさんしています。それではここでしか見ることのできないウェブ限定のトークをご覧ください。どうぞ。それぞれこれからの活動について教えてくださいますか、意気込みを。そうですね、ソロになると急になんかぼっちだなっていう不安はあるんですけど、でもなんかこれまでもすごい楽しくやってきたことでなんかいろいろ感じることがあったので、それは変わらず楽しみながら努力して自分で音楽を作っていって届けられたらいいなと思ってます。谷川さんは。そうですね、やっぱりさやかさんが抜けることによってすごく NMB って今大きく変わる時だと思うんですけど、私ももう2期生でベテランなので、はい、もっとなんかみんなを引っ張っていけるような人にならないといけないなと思います。お二人スポーツとかはやられたりとかします？スポーツはやらないんですけど、見るのは好きで、ね、見るのは好き、野球が特に好きです。野球だとどこのチーム推しとかあるんですか？阪神タイガースです。お二人揃って、はい、お何がやっぱりその魅力なんでしょうか？阪神のですか、うんうん、応援がやっぱ熱いので、うんうん、負けてても勝ってても変わらない熱さ、うん、っていうのがすごい球場に行っても、うん、なんかこうボルテージが高くて楽しいですね、うんうん。これだけは自慢できるっていう特技ありますか？私は早口言葉です、うん、ちょっと今回挑戦していただこうと思いまして。やったー。なんだこれ。あー、はいはいはい、はい、なんだえ、これはありますよね。でも日本語っていうか、ではちょっと漢字じゃないんでちょっといけそうですね、うん、あんた私のことあんた言うけど、私もあんたのことあんた言うてへんから、あんたも私のことあんた言わんといて、あんた。やったちなみに山本さんは、はい、どうでしょう、はい、あんた私のことあんた言うけど、私もあんたのことあんた言うてへんから、あんたも私のことあんた言わんといて、あんた。気持ちいい気持ちいい。山本さんの自慢できる特技を。自慢ってほどではないんですけど、はい、阪神の選手の特徴を少し真似できます。それは見れたりするんですか？はい、上本選手の、うんうん、フォームをやります、はい、まず2016、うんうん、こんな感じです。深い、だいぶ深く入ります。これをさらに、はい、修正した2017バージョンが、はいはいはい、すごい、このフォームに、はいはいはい、なんかステップがつきますこんな感じで。面白い、はい、初め見た時すごい衝撃的で、あ、それがあったやり方なんだなっていう驚きでした。お二人にとってのステージとは何でしょうか？はい、青春です。お、消えていく一瞬一瞬大切で、消えていくからこそなんか大切 なんかその瞬間がより一層こう輝いているなっていうのが、なんかその学生時代だけじゃないんだなっていうのを NMB に入ってからすごく実感したので、この8年間青春だなって思います。いかがでしたか？カラオケダムで配信中のダムチャンネルでもまたお会いしましょう。以上、 NMB48 の今本さやかと谷川愛理でした。ダムチャンネル